せーの、おはようございます。ただいまグアム2日目の朝になりました。はい、おはようございます。ただいま7時ぐらいですね。今日6時ぐらいに起きました。早めの行動で。そう、昨日めっちゃ早かったっていうのに気づいたら寝てた。そう、9時、多分9時ぐらいに寝てた。ちょっと寝起きでこのまま朝ごはんを食べに行きたいと思います。そう、めっちゃうまいよね。他に空いてるかすら分かんないんだけど、そう、とりあえずね、とりあえず来ちゃいました。散歩がてら行きます。で、今日は9時ぐらいから、じゃあ10時ぐらいか、オンワードビ、オンワードっていうホテルの、そう、なんかプールと、あとジェットスキーと、そう、パラセーライダーみたいなやつやります。そうそう、ということでちょっとこの朝ごはんのところまで、マジで今日は生きるぞ。日差しもやばいからね、すでに見てください、この日差し。リツケンと言わんば、うわ、バカ並んでます。見てください、バカ並んでる。待って、並んでる、やだ。ワンチャン X シングスでもいいか。見えます？逆光で見えないかな。やっぱ人気なんだ、あそこ。いい天気、今日も見て、いい天気すぎる。そう、さっきのお店に入りました。はい、店の名前がここです。でーん、メニューがなんかベックエネディクトがうまいんだよね。違うっけ。そう、でも前はそれが好きだった。俺この前確かこれ、この辺違う、なんかこれかな。そうそう、全部美味しいよね。そうなんだよね。タクシーの運転手、あのインストラクターの人が教えてもらったのか。そうそう、美味しいよ。来ました、こちらエッグなんとかとマンゴージュースと、これが何だっけ、プレートです。プレートとスパムぬりぎりと、はい、別です。おはようございます。おはようございます。これが人気のね、そう、大人気のお店です。うまっ。だい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 だ。ここはどこですか。ここはオンワードです。私は10年ぶりに来ました、確か。家族と来てたらしいです。やばいですそう、2日目にそうプールの入園料と、あとはジェットスキーと、とパラセーリング付きで、そうプラス1万でそれができたので、はい、1人1万か。そうね。そう、めっちゃいいよね。でもね、そう、めちゃくちゃいい。なんかウォータースライダーとか、そうマッタっていうやつもやばいよね。そうやばい。そのウォータースライダーとかめっちゃいっぱいある。そう、ウォータースライダー系はちょっと動画も撮れなかったので、今日これからね、海の方でなんだっけ、ジェットスキーとパラセーリングやる。はは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 は。足気になっちゃうわ。怖すぎる。映画とか見よう、ちゃんと。ちゃんと消してよ。海だからさ、そんなにね、怖さ。怖いけど。力なんか50メートルぐらい上がってるって。入りました。せーの。こんにちは。はい、すっかり夜になってしまいました。はい。今日は一日ね、ほんと海とプールにずっといて。そうだね。それで今日5時ぐらいに帰ってきて、ずっと4時間ぐらい寝ちゃって、そうちょっと喧嘩になりました。一回ハンバーガー食べてきて、そうそう、
で、からの、なんかまだお腹空いたねって言って、エビのやつ今買ってきて、このエビのね、はい、なんていう店でしたっけ、それ。そう。大通りの。のやつ。で、あと、この ABC ストアでね、こちらの ABC ストアで買った変なアイス。くどくん、あれ食べて、去年。次、このマンゴーのジュース。飲んでいい？いいよ。と、1ドル77とかあったら、まあ、200円ぐらい200円ぐらいでした。で、これちょっと一回飲んでみて。うまっ。うまい？飲んでみて。もうマンゴーだね。マンゴーだ。もう飽きちゃったんですけど、このね、これがうまい。お酒なんですけど、そう。アップルサイダーってやつ。しかもこれ21歳からしか飲めないから、グアム。そう。だからお気をつけください。でもね、超美味しいよね、これ。なんかアルコールって感じがしない。本当にね、炭酸の強いアップルソーダって感じ。そう。で、こちら。ココナッツジュース。なんかね、ココナッツって感じね。感じだね。って感じです。そう、ちょっとゆるい感じなんですけど、そうで、明日は買い物の一日にしようかなと思ってます。はい、ってクラブっていうところに行ってみたいと思います。はい、いっぱい寝たから。で、また明日朝早く起きて買い物に行きたいと思います。はい、それではグアム2日目はこんな感じでした。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。